どうも、ハイヒデです。なんだかんだまた動画の期間が少し空いてしまいまして、まあ前回の動画は県リーグの最後から2個目、次最終節勝てば昇格戦上がれる、昇格戦に行けるっていうところで終わってたと思います。今回の動画は。まあそれの結果報告と、あともう一つ、今自分は海外での挑戦をストップして、今ワン企業で働いています。それについてちょっと、まあ、なぜ、挑戦をやめて企業で働き出したのかとかを、話していければなと思います。それではどうぞ。まあ、まずサッカーの方なんですけど、結局最終節、まあ、勝てば、チームクラブ史上初の関東昇格戦、まあ、いろいろ東京、千葉、埼玉とかいろんな県の代表とトーナメントで試合をして勝てば関東リーグに上がれるっていう昇格戦に神奈川県代表で行けるはずだったんですけど、まあ、最後の最後負けてしまって行くことができませんでした。でチームとして、スポンサーの方、スポンサー様から、という力を借りて、まあ、練習も、まあ、いい環境でやらせていただいていて、まあ、そんな中こう結果を残せず、すごい悔しいシーズンになったなと思います。まあ一昨年かな、県2部から上がってきて、まあ1年間昨年度県1部で戦って降格争いをしていたチームとは、まあ思えないぐらい、みんなこう自分の持ち味を出して戦えていた今シーズンだったのではないかなと思います。いやなんか自分はこう試合をしていて県リーグの中でこう残留争いをしているチームには見えないなっていうか、技術的にも、普通にそういうふうに思いました。まあ、ただ、チームとしてもっともっと詰めていかないといけないところはたくさんあって、まあ、そこを詰めれたらもっと強いチームになるんじゃないかなと、メンバーを入れ替えたりせずにもかなりいいチームになるんじゃないかなと思ってます。まあ、ただ、まあ、今シーズン終わってしまって、まあ、最後、まあ、自分のこう今まで経験してきたこととかを、まあ、試合で出せればよかったんですけど、まあ、やっぱり全体的にチームとして硬くなってしまって、まあ、いつも通りのサッカーができずに終わってしまったっていうのが、個人としてすごい反省点というか、まあ、何もチームに還元できなかったなっていう悔いと、まあ、また来シーズンどうなるか分かんないですけど、まあ、このチームで続けるか、もっと上のリーグの人に声をかけてもらえれば挑戦するかもしれないですし、まだまだ全然もう何も、とりあえずシーズンが終わってすぐなので、とりあえずは今何も考えずに目の前の練習試合だけちょっとやっていこうかなというふうに思ってます。まあ、サッカーのことはこんな感じで終わりにして、自分は海外での挑戦をストップして今社会人として働いています。で9月から働いているので、9、10、11と約3ヶ月間、働いています。まあ、自分がこう海外に挑戦し始めて、まあ、今
SNS とかで、まあ、本当にいろんな国の選手たちが自分のやっていることを上げるようになって、まあ、いろんな情報を吸収できるようになった反面というか、できるようになって、今はまあ高校生であったりとか大学生であったりとか、多分海外にこれから行こうとしている選手とかかなり、考えている選手とかかなりいると思います。でそんな中で自分が、まあ、今回こうやって海外での挑戦をやめて、まあ、社会人にシフトするタイミングということで、まあ、何かちょっとその時タイミングが来た時のアドバイスと言ったら変ですけど、きっかけ、まあそういうのにちょっとなんか、まあ、頭の片隅、ほんの超片隅、超端っこになんですけど、置いといてもらえると、ちょっと参考になるかなというふうに思って、今回この動画を撮ってます。全部で3つあるんですけど、2つはちょっとまあ短いのでささっと喋って、3つ目だけちょっと時間を取って喋りたいので、また次の動画でちょっと話していこうかなと思います。で1つ目は、まあ費用、お金に関しての問題が発生して、まあ挑戦をやめました。これ海外でプレーするにあたって本当に一番深刻な問題だと思うんですけど、まあ旅費、あと滞在費、あと代理人を使ったら代理人のお金、まあいろいろと費用はかかるとは思うんですけど、やっぱ優秀な選手であればあるほどお金はやっぱかからないで済むと思うし、まあ、経歴あれば全然問題ないと思うんですけど、まあ、自分の場合は、まあ、モンゴルで1年もやれてないですね。給料の未払いがあったので、で、まあそれで結局最終的にはお金は回収できたんですけど、まあモンゴルから日本に帰ってくる時も、まあお金は飛行機代自分で払って帰ってきましたし、今回4月ペルーパラグアイ行っていた時もペルーと日本の往復便を買って、ペルーパラグアイの往復便を買って、結局それ全部コロナでダメになってしまって、で、結局パラグアイから日本の、飛行機帰りの緊急便だったんで、それもすごい高くて、往復便で緊急便で帰ってきたので、すごい費用がかかって、でまあ、とんでもない額、とんでもない、そんな別に、まあ、びっくりするか、まあ結構お金かかって帰ってきました。まあ、それに関してこう、まあ、正直かなり精神的にというか、お金の面ってやっぱりシビアではあるし、まあ、そこの面でかなり、次への挑戦のメンタル的なところがすごい崩れてしまって、でまあ、こんだけお金を稼ぎに、サッカーでお金を稼ぎに、まあ、別にプラスで帰ってくる必要なくて、まあ、飛行機代とかを考えるとなんだかんだまあトントンであったりとかっていうパターンが多いと思うんですけど、まあ、トントンぐらいで帰ってこれれば全然いいやと思ってはいたんですけど、まあ、結局なんていうんですか、マイナスですごい帰ってくることが多くて、このままではもう続けていても、まあ、留学みたいなもん費用がかさむばかりでしょうがないかなっていうふうに思って、まあ一つやめようかなと思った、要因になります。でもう一つはコンディションの面なんですけど、まあ、帰ってきてから一人でやっていた時もありますし、まあ、同じように海外組がバーッと帰ってきたので、そこでガーッて集まって20人ぐらいで、コート借りて、でみんなでサッカーして、で、まあ、その時にレベル感もすごい知れたし、みんなの、ね、コンディション面もすごいいろいろと感じたし、まあ、みんな同じ境遇の選手たちでこう集まってできたっていうのがすごい楽しかったですし、まあまあまあいい時間ではあったんですけど、まあ時間が経つにつれ、まあ、みんなが集まらなくなり、いろいろみんな、まあ、辞めた選手も
いるかな、海外行ってない選手もいますし、あのいろんな選手がおのおの出てきて、でまあ自分はそれでも続けたかったんですけど、なかなかこうコンディションを整えるあの場所が見つからずに、すごい苦労して、どんどんここの平行線をずっと辿っていくばかりでした。で、海外でサッカーをするっていう、まあ、ものだけで、ものというか目標だけであれば、まあ、これでも正直あのちょっとランクを下げて違う国に行けば、まあ、別に全然できたっちゃできたと思うんですけど、自分が目指していたのが、まあ、J リーグに戻ってくるって、こういうここ自分よりも上のラインに、まあ、目標が設定してあって、で、まあ、仮に確かにコロナの時期だったので、まあ、この J リーグのライン、もしかしたらみんなトレーニングができていなくてこう下がってきていたかもしれない。でも自分のコンディションはずっと横ばい、いろんなトレーニングも取り入れていろいろやっては見たものの、ずっと横ばいの状況を見て、自分の目標に手が届くのか、まあ、届かなくても努力するだけの価値があるのかっていうところの天秤をこうすごいずっと毎日比べていて、そこの面でもうなんかすり減ってしまって心が、で結局まあ辞めるというか、一旦日本でもいいかなというふうに、ちょっと落ち着いてしまいました。で3つ目なんですけども、すでに10分ぐらい話してしまったので、あのこれ次の動画にあげたいと思います。すごいね、あの3つ目は自分の中ですごい一番大事にしているものなので、もしよければこのまま継続しというか後編も見ていただければありがたいなと思います。すいません、ちょっと長くなってしまったんですけれども、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。でまた見てください。チャオ。